ウクライナのゼレンスキー大統領の来日を巡り、政府が関係国と行った移動手段などの調整の内幕が FNN の取材で明らかになりました。政府関係者によりますと、 G7 広島サミットへの対面参加の意向が先月になって伝えられたことを受け、政府は開幕のおよそ1週間前にロシアとも関係を保つ招待国のインド、ブラジルの了承など水面下で調整を進めました。移動手段については当初アメリカ軍機を使う案を検討したものの、アメリカの規定で飛行できるのが同盟国、友好国の上空になるなどの制限があり、20時間以上かかることからウクライナが難色を示しました。これに対しフランスが制限が少ない政府専用機により十数時間で移動する案を提示し、来日が実現したということです。